はじめまして、車両部車両課の西野です。毎度ご乗車ありがとうございます。またそうでない方も今回この動画を再生していただきましてありがとうございます。今回は、この22系車両の、デザイン変更について、紹介させていただきます。お願いします。谷町線は歴史的な史跡、神社、寺院などが立ち並ぶ歴史香る路線です。例えば浪速の宮、天満宮、四天王寺、あと大阪城などがございます。この歴史香る路線をテーマに今回22系のデザイン変更を行っております。沿線で開催される、天神祭りの花火、そして谷町筋に、ゆかりのある梅の花を使って、表現をしております。梅の花はまずここの袖仕切りの部分に、ちょっと見にくいかもしれませんが、ベースを梅の柄ベースにしております。続いてはこちらなんですけども、お客様が出入りする扉なんですけども、こちらにも梅の花をベースにしたデザインを施しております。それをベースとしたキャンパスに、さまざまな色の色とりどりな花を、咲かせております。こちらなんですけども、夜空を彩るしだれ花火を表現しております。さらに下なんですけども、水面に映るこのしだれ花火の瞬間の光を表現しております。さらに今回、扉の部分だけでは、スペースが足りないと、足りないということで、このように扉の上の部分まで使っちゃいました。床の色なんですけども、谷町線のラインカラーである、紫色をベースに、24系、21系の、デザイン変更同様に、チップを散りばめたデザインとしております。こちらは今回ボツになったデザインです。まずラインカラーと花火をあしらったもの、次に、ラインカラーと梅の模様をあしらったもの、次に梅の花と花火を合体させたデザイン、これは、梅の形の窓の向こうに花火が見えるデザイン、で最後に、私が気に入ってるんですけども、夜空に咲く花火を表現したものです。残念ながら、ボツになりました。これからも大阪市交通局をよろしくお願いします。